MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。また朝早くから近所の公園にやってきております。TA-03R ボディをかぶせてみました。これも古いんですけれども、レクサスですね。穴の開いている位置がちょっといろいろあるんですけれども、当時ね、これ多分 TA-05 か06ぐらいで使ってたかと思うんですけれども、まあ、この 03R にもそのまんまぴったりはまりました。特に穴を増やしたり加工せずにそのままついた、これもタミヤ車のいいところですよね。使い回しが効くというところですけれども、はい。で、この動画をですね、ご視聴いただいている方から、まあ、ご指摘というか、ベアリングが入ってないんじゃないですか、ということをね、コメントいただいてありがとうございます。びっくりしましてね、慌ててここ、開けてチェックしてみたんですけれども、まあ、説明書と照らし合わせても、特に入れ忘れてるというか、入っていないところはなかったかな、というふうに思っております。はい。で、その後の動画の方でも、ひとまずこれね、メカ積みをして動かすところまではやってみたところありましたけれどもね、そこも特にギャーとかいうこともなく、壊れることもなく、ひとまず動作確認はできていますので、多分大丈夫かなと思っておりますが、ちょっとね、心配がありますので、早速走らせてみたいと思います。それではまずいつものようにプロポのスイッチを入れるところから始めていきますね。 M11 です。最近このアンテナのついた古いプロポの出番が多いようにで、今度はこれですね。入れますよ。ほい。さあ、ではちゃんと動くかどうか。お、やっぱトリムが怪しい。右かな。ちょっと画面内に収まらないですね。ちょっとアングル変えようか。よいしょ。ちょっとアングル変えますね。というふうにしてみようかな。でもまあまあ朝早いんですけれどね、誰もいないので幸いにも、ご近所さん迷惑にはならないかなという状況でやらせていただいております。ちょっとね、やっぱこう走らせる環境って難しいですよね。はい、ちょっとこれでやってみたいと思います。ちょっとタイヤのグリップ感がね、あまりないのはしょうがない。これぐらいっても映ってるかな。ダブル、うわっちょっとね、路面濡れてるっていうのもあるんですけど、かなり滑りやすくなってますね。これフロントもリアもボールデフが入っていて、センターにワンウェイというような形になってますんで、まあ、フロントワンウェイ、リアボールデフのタイプ、もしくはダブルワンウェイに比べると、まあ、そこまで扱いが難しいタイプではないと思うんですが、やっぱね、ちょっとグリップが低いと滑りやすいかもしれませんね。仕方がないか。ちょっとブレーキかけたら今もう簡単に滑りましたね。おーおーおお。ちなみにあそこバックはしないんだ。50代のおっさんはやっぱ自分が走るのは苦手です。よいしょ。ドリフトカーみたいな感じ。トリムが合ってないかな。
でもこれはまたね、サブトリムでちゃんと合わせておいた方がいいんですね。プロポのトリムでその場で合わすというよりも。はい、いかがだったでしょうか。ひとまず動かしてみましたけれども、特に問題なく走る状態になってましたね。これで確認取れましたので、行けるようになったら今度はサーキットへ行って、もっと思いっきり走らせてみたいと思います。 EA03R 順調に復活の道歩んでおります。